1940年5月場所、初顔合わせの双葉山を撃破して支度部屋に帰還した、桜金桜金リーチは、青森県北津軽郡板柳町出身で、出羽の海部屋所属の元大相撲力士である。本名、合図、加藤リーチ。身長171センチメートル、体重93キログラム。得意種は、左四つ、押し、下手り。最高位は、西小結。 1932年8月に天竜三郎を主犯とする新興力士団に入門、1933年2月から大日本関西相撲協会の番付に就いた。その間、精進を続け、1937年末の大日本関西相撲協会解散時には幕内まで登っていた。解散に伴い、東京の出羽の海部屋に編入し、 1938年1月場所、幕下付けでで登場、11勝1敗で幕下優勝を飾った。1940年1月場所で入幕、すぐに上位に上り、翌5月場所初を合わせの横綱、双葉山から金星を挙げる。小兵を生かした鋭い出足からの引き技や桁ぐりが売り物で、双葉山にはその後も立ち合い一瞬の飛び違いで勝利している。 しかし、小評であるがために、相撲を覚えられてからは苦戦もし、三役に昇進したのは、戦後の1947年11月場所、すでに30歳を超えていた。その後は、幕内中堅で存在感を出し、1951年1月場所には12勝3敗の高成績で初の技能賞を受賞したが、翌1951年5月場所に、 眼定出血のために休場、そのまま引退した。引退後は、年寄り、高崎を襲名してではの海部屋の部屋付き親方として、後進の指導に当たるとともに、相撲者や、木の国家を経営していたが、1962年に45歳で死去した。なお、娘は横綱、柏戸に嫁ぎ、父の後を継いで、木の国家を経営した。ありがとうございます。